はい、白です。今回はですね、えー、日本初の ZEH 賃貸住宅が完成、太陽光プラス低圧一括受電でという形なんですけど、ZEH というのはここに書かれてますけど、ネットゼロエネルギーハウスということですね。えー、つまりですね、まあ、こちらの賃貸住宅の発電する太陽光発電だけで電気を賄おうというシステムですね。 日本発を謳う ZEH 基準を満たした集合賃貸住宅が静岡県伊豆市に完成した太陽光発電システムや断熱性の高いサッシを導入したほか、低圧一括受電の仕組みを活用している大東建宅と京セラが東、えー、静岡県伊豆市で建設を進めていた ZEH ・ネットゼロエネルギーハウス基準を満たす賃貸住宅 えー、賃貸集合住宅の第1号がこのほど完成した。大東建託によると、戸建ての ZEH 基準を満たす中央、えー、賃貸集合住宅の完成は日本初という、戸建て基準になるんですね。集合住宅基準というのがあるのかどうかわからないんですけども、まあ、ここを見るとですね、1軒がちょっと大きなお家なのかな。ここが多分あの家主の家なのかもしれませんね。あるいは1軒だけ大きな。 賃貸住宅にしてのかもしれませんうーん、ちょっとね、複雑な形してますけどね。えー、ZEH は年間の一次エネルギー消費量がネットでゼロになる住宅のこと。経済産業省、あ一次エネルギーの消費量がネットでゼロになる。ネットってのはまあコロナ禍ってことでしょうね。経、え、済、ー、産業省、えー、国土交通省、環境省が連携事業として普及に向けた取り組みを進めている。 現状、ZEH 化の対象は戸建て住宅が中心だ。ZEH 基準を満たすには、住宅の高断熱化や、設備の導入による省エネと、太陽光発電による省エネで、一時エネルギー収支をおおむねゼロにする必要がある。集合住宅の場合、1個当たりの太陽光パネルの設置面積が不足するため、ZEH 基準をリアすることは難しいという声もある。うんでしょうね。今回 建設した賃貸集合住宅の敷地面積は701平方メートル、フォ方向法を採用した木造で、1棟6世帯、延び床面積351平方メートル、2 1 8キロワットの強セラ製太陽光パネルを搭載したほか、省エネ性能の高いアルミ樹脂複合サッシを採用している。これは20万サッシの可能性も高いですね。屋根形状をまあ えー、吹き屋根、ねえー、とすることで太陽光パネルの、えー、設置容量を増やせるようにするなどの工夫も行った大東建託オリジナルの ZEH 賃貸は ZEH 基準戸建てをクリアするだけではなく低圧一括受電システムを組み合わせているのを特徴としている低圧一括受電システムは低圧での電力の充電過剰電力の売電 ここへの太陽光発電電力の分配などを電力会社との間で一括して実施すると。うんここがちょっとミソですね。要するに本来は、えー、使ってない時の売電の電力とか、あるいは低圧電力の受電と言いますけれどもね、そういうところであの電力の差し引きをうまくやっていこうということでしょうね。 これにより、賃貸住宅個別の電気の取りまとめと、各個への供給が可能になるなど、賃貸住宅オーナーの事業性を高めるメリットがあるという。さらに、同住宅は断熱性能を高めることで、建物の資産価値が向上するほか、快適な住空間を提供することで、入居率の安定化が見込めるなど、オーナーにとってのメリットは多いとしている。 入居者には断熱性能が良くなることで、冬は暖かく、夏は涼し,い快適涼しく快適に過ごせることや、光熱費の削減などのメリットがあると。こんな感じなんですよね。上から見ると。うーん。さあ、皆さん、これどう思ったでしょうね。やっぱり、あの、オフグリッドじゃないんですよね。これはね。スマートグリッドに近い。 考え方だと思います電力会社からの供給を立たないで、まあ、太陽光での,このバランスですね、各個の電力の使用量関係を見ながらやっていくということなので、うーん、まあ、悪くはないんですけれども、ちょっと甘いなというのが私は感じるんですね。甘いなというのは、ですね完全独立というか、もっとですね発電設備をいっぱい作る。 ということがねいいんじゃないかなと思います。あのー、まあ、家をね作ってる方はご存知だと思いますけど、こういう駐車場の上にですね本来は屋根のところにですね太陽光発電作ってもいいんですよ。ただそうするとですね固定資産税が上がるんですね随分。ということはこの事業主にとってはあんまりメリットがなくなりますよね。でなおかつそんなにあの売電をしてもですね大した金額ではないんですよ。 どうせやるなら、もっと大きな土地を使ってですね、え売、ー、電をした方が、基本的にはいい、ということになります。それとですね、ここで一番問題なのは、蓄電設備が何もないということなんですね。バッテリーがない。あるいは、水素でも私はいいと思うんですけども、燃料電池とかを使うともっと高コストになってしまうでしょうし、まあ、ここだけでね、 あの電気を全部賄うっていうふうにするのはあまりメリットがないのかなっていうふうに考えてしまうところなんでしょうけれども私自身はですねあの燃料電池いわゆる水素への転換を考えられるようになると今後ですねあのガスをも供給もできるということになるんですよね。 やっぱりですね、H21 はそこの点が優れてるなと思います。あれはあのコンテナで一つの設備になっていますけれども、ガスの供給っていう部分もできるようになりますと、今後ですね、このカッコに、まあ、ちょっと水素専用のです、ね、ガス機器が必要になってきますけれども、今後ですね、あのそういう家庭用の水素、ガスを 例えば、給湯ですとかね、あのー、キッチンでのガス機器を使うときに使えるようになると、ほぼ100%ね、水素のガスによって使えるようになると、もう完全独立じゃないですか、ここ。で、家でもそういうことが可能になる可能性が高いですよね。賃貸住宅だといろいろな用途ですとか、危険度っていうのは高まるので、なかなか難しいですけども、やっぱり各家庭用のこの ZEH、 ネットゼロって言ってますけどね、これ、電力会社につながってますし、まあ、ガスは供給され、どこかでね、プロパンだとは思うんですけども、プロパンか、あるいは都市ガスで供給される形になると思うんですよね。でも、究極的にそこの方にだんだん持っていけるようになると、より燃料電池というのがですね、は行り,、はい、りやすくなるでしょうし、水素というものの利用価値というのはどんどん上がってきますよね。 じゃあ、供給されるのはあの上下水道ぐらいですよね。もうほとんどそのエネルギー関係に関しては、もうそれで完結してしまうと。であとは、どれぐらいのその太陽光での発電が行えるのかとか、ちょっと二次的にね、あのサブ電源というか、サブ発電所的なもので、あのリング式のちっちゃなこう風力発電ですとかね、そういったものをいくつか設置するだけでもうここは完全独立っていうのはですね、まあ、 行えるんじゃなないいかなと思います、まあ、リング式はね、あんまりこう発電の能力がないですし、まあちょっとメンテナンスも面倒なところはあるでしょうしね。まあただ、あれも設置代金っていうのはそれほど高くはないと思うんですよね。数百万で済むんじゃないかなと思いますけども、まああくまで私の予想なのでね、えー、ちゃんと調べないといけないんですが。 ただ、あのー、サブ電源としてね、こう水素を供給するためとか、蓄電の設備をしっかりさせるっていうところでは、非常にいいんじゃないかなと思うんですよね。ああいうのが、かっこじゃなくて、いろんな地域にね、公園とかですね、そんな場所にちょこ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 できるだけ、全然変わってくると思います。あとは、それをうまく使えるシステムというのを、えー、やっぱり今後ね、使っていく必要があるかなと思います。 地域地域でもそうだし、括弧でもそうだし、こういった集合住宅でもそうだし、工場でもそうだし、そこの受電システムですよね、受配電のシステム、送電システムっていうのが、うまくこう機能するように、今後は変わっていかないとですね、難しいんじゃないかなと思います。はい、えー、最後までね、聞いていただいて、どうもありがとうございます。